ダイナマイトブレイクアウチタイム。いやー、打とうぜ打とうぜ、打ちなさいよ。打ってますよ。何を見たことないよ。夢の中で夢の中で。あ、そう、はい、すごいのあるから。すごいのちょっと持ってくるから。はい、黒子先生持ってきてください。なんか本当にすごそうなの来た。何それ何それ、すごっ。何こんな大きい。あ、重っ。わー、これ見たことある。見たことある。某プロがツイッターで使ってたぞ。これすごい、めっちゃ重いっすね、実は。これ、あの、動画でしか見たことないから、はい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 、こいつの質量感が分かんなかったですけど、はいはいはい、これ足の上に落としたら確実に骨折しますこうなるらしい。これあれじゃない、こうやってこうやって痩せるやつ。おお、なんか口くわえてこうやってこんなこうやってきてる。あ、こうこういけたいけたいけた。これこうすごい前に、もっと後ろか。そうだね、もっと後ろだよ、これ。ここにぶつかる感じ。やっぱ2ポイントぐらいか。さっきの選挙かな。これ引っ掛けるあ、負けてる。そう、負けねえぞ。え、あ、なんか釣れてきた。お、来たよ。おお、乗ったんじゃないかな。乗ってそう。ここにできたね。できましたね。いや、どいてるどいてる。おお。あ、でも浮いてんのか、ここ。そこ浮いてるね。この黒いやつが、はいはいはい、接してんのか。そうね。で、こいつと。そうね。もうちょっと強くいってみる。なんか面白いね。なんか手玉こんな動きするっけっていう動きなんですけど。本当？ピョコンってしてない手玉。手玉ってこんな感じだっけ？手玉多分そんな感じなんじゃない？あ、すごい。いいブレイク。いや、なんか手玉は良くなかった。良かった良かった良かった。割れてる感が一切ないから。そうだね、気持ち悪いぞ。変な感じになる。裏感しかないぞ、今。すっごい変な感じになるなんだこれ、こう面白いぞ。何の練習をしてるかよく分かんない感じになる。なんかちょっと、ちょっとなんか、うん、なんか気になる。なんか変な感じしない？こっちすごいブレイクしてるのにスンってされてるよ。なんかあのロボットと戦ってる攻撃が効かない。おお、なんか手玉アクションが良さそうだったけど。まあなんかジャンジャン打てていいね。ラック1しか来なくていいから。あ、そうか、確かに。すっげえひね。すっげえ。これあからさまに上がるね、今みたいなミスがね。うん、確かに。あと厚み、ブレイクの厚みの練習にかなりなるやつだな、ね、多分。結構これいいね。わかりやすいね、手玉が。おお、面白い。なんか悔しいけど。悔しいよね。うん、なんか悔しい。破壊できない。破壊、そう。破壊してきてる。あいつ超強いんだけど。もう25キロ。あれだね、きっと。あの他の球は動かないからこいつも測りやすそうだよね。確かに。あ !19 おお、26出ましたよ。26フランチ出ましたよ。
ダサいやつ。ダサいやつ。すっげえ悔しい。33。すっげえ悔しい。なんか音がちょっとペチっていう音が、いいブレイクだったと思うんですよ。いや、いいブレイクほどペチってなるってしますよ、これ。36。お、来てるよ。来てる。スピードガンついてるやつあるじゃん。え、スピードガン、スピードガンある。へー、すげえ。え、斜めにできるんですか。できるじゃん、うん。こっち3ポイントにして、そっち1ポイントがある。ほら、本当にこいつもう大義を出してないじゃん。何の動画でしたっけ。ダイナマイトブレイク。撮ってるけど、はい、ダイナマイトブレイク出ませんこれでもいいね。これいい練習にマジでいいわ、ね、なんか本当なんかこう打ちっぱなしに来たような感じする。そうドカーンドカーンつってする。これで勝負できるかもしれないね。え、これで、だってさ、何もうスペースいらないじゃん、周りに壁にくっつけててもいいわけじゃん。あ、台を。台を。あ、そっか。うん、このつく側だけちょっと空いてれば、こっちもう壁でもいいですもんね。そう。もうフレック専用の店にしようかな。20台ぐらい。そんな大きないで。え、だって、いや、だって。20は無理じゃん。え、全然いけるでしょ。だって、並べるんだよ。ここでもう、そこで。テンボールしかできないじゃん。その列で。そうか、テンボールじゃないとダメ。テンボールだったらいけるけど、こう斜めから打ちたい人はもう横にスペースないと無理。わがままな客ばっかりだぜ。打ちっぱなしやります。やめましょう。今日の動画が面白かったと思った方は高評価と、ね、チャンネル登録、通知もオンにしてください。はい、お願いします。はい、ではさよなら。